皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンニャス速報のお時間です。8月31日、木曜日のウォンニャスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。ウォンニャス速報の後は、気になる韓国経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンニャス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンニャス速報、開幕は 1323.58、8月末の1320攻防戦。では、ツッコミを読むわよ。韓国証券市場、気がつくと、今月も、あっという間に月末を迎えた。しかし、あっという間なのにその暑さは、あまり変わってない。なんで33度もあるんですか。いきなりツッコみたいところだが、この夕方が一番暑いんだよな。ちょうどウォンニャス速報を作成するタイミングだ。だから、この時間は頑張っていく必要がある。では、まずは日経平均から見ていこうか。日経平均は 32,619.34 銭、プラス 285.88 銭。なんと3日連続でプラスだ。しかも、32,600円まで回復だ。ダウは37ドルしか上がってないのに、この上がりよう。セブン&アイ、そごうの売却の話で。ここまで動かないよな。よくわからないが上がったと。では、韓国コスピはどうか。2556と少し下がっている。それではウォン動向を見ていこうか。今日の24時が最終レートになるので、今のところ、1321から1330が優勢ってところだ。ワンちゃんに1311から1320もあるかもしれないが、肝心は1320を超えたいだろうな。では、チャートをどうぞ。今回も録画したチャートを貼るわよ。開幕は1323、そこから1320を奪還したい肝心が動く。歓迎法だ。ドーン。これで1312ウォンまで上昇。しかし、そこで思わぬ反撃を受けて、ウォンは下げられてしまう。これは、まずいとばかりに2発目の歓迎砲だ。ドーン。そして、1320ウォンまで上昇。だが、突破できない。しかも、そこからハゲタカ砲で反撃だ。ズドーン。まさに月末の大決戦である。一気に1324ウォンまで吹き飛ばされる。これこれ。これがあるから月末は面白いんだよな。しかし、肝心だって負けてはいない。12時頃には 1323.5。そこからウォンは下がっていくかのように見えたが、やはり、肝心が介入してあげようとする。しかし、それも跳ね返される。結果は 1321.8。1.6 ウォン高。惜しくも1320奪還ならず。ツッコミは以上。今日の結果を読むわ。2023年8月31日の韓国証券市場。コスダック指数 4.59 ポイント、下降 928.40、終わり値。総合株価指数 4.95 ポイント、下降 2556.27、終わり値。ウォンドル相場 1.6 ウォン高 1321.8、終わり値。投資主体別売買動向。個人が121億で買い、外国人が2131億で売り、機関が1606億で買い、個人と機関が買い、外国人が売り。韓国債と社債の利回り、国庫債券1年 3.500-0.015、 国庫債券3年 3.711-0.021、 国庫債券5年 3.750-0.030、 国庫債券10年 3.821-0.029、 会社債 AO 無保証3年 4.473-0.023、 会社債 BBB
無保証3年。10.891-0.020。CD91 日。3.690.0。CP91 日。3.990.0。国民住宅一種5年。4.016。3.987。3.987-0.029。昨日より少し金利は下がっている。少し気になることがあるが、まだいいか。ドル円。朝の7時は 146.180。それから上がっていき、146円を超えて、145円台に。17時40分には 145.768 だ。気になるニュース。今回の話題は、どっちかという韓国社会になるが、韓国という国家どころか。韓国人が消滅しそうなことが分かった。なんと、韓国4から6月合計特殊出生率 0.7 である。しかも、年内には 0.6 とか。おいおい、韓国人が消えていくフラグか。韓国4から6月合計特殊出生率 0.7、年内に 0.6 台まで落ち込む可能性も。最近、米国のある教授が、韓国の合計特殊出生率1人の女性が生涯に産む子供の推定数を聞き、頭を抱えながら、これほど低い数値は聞いたことがない。大韓民国は完全におしまいだと発言したことが、ソーシャルメディア上で話題になった。教授が見た数値は、昨年の合計特殊出生率 0.78 だった。ところが、韓国統計庁が30日発表した人口動向によると、今年第2四半期4から6月の合計特殊出生率は、さらに 0.70 まで低下した。過去最低だった昨年を下回るもので、韓国社会に大きな衝撃を与えた。そして、今年下半期に出生率がさらに低下すれば 0.7 を割り込みかねないと懸念されている。2021年の経済協力開発機構 OECD 加盟国の合計特殊出生率は平均 1.58 だ。韓国当時 0.81 は38カ国で最も低い。合計特殊出生率は昨年第4四半期10から12月にも 0.70 を記録したことがある。これは統計庁が四半期別の合計特殊出生率統計を取り始めた2009年以降で最低だ。統計庁のイム・ヨンイル人口動向課長は、年度別の合計特殊出生率統計を取り始めた1970年以降でも、四半期ベースで過去最低だろうと話した。53年ぶりの低水準ということになる。統計庁によると、今年上半期1から6月の合計特殊出生率は 0.76 を記録した。通常、新生児数は、年初に多く、年末が近づくほど減少する傾向を示す。昨年は、第1四半期が 0.87、第2四半期が 0.75、第3四半期が 0.80、第4四半期が 0.70 だった。今年は、第1四半期が 0.81、第2四半期が 0.70 という状況で、第3、4四半期の数値がさらに下がれば、0.7 台を維持するのは難しそうだ。婚姻も減っており、合計特殊出生率を守るのは容易ではない。今年上半期の婚姻件数は101,704件で、前年同期に比べ 9.2% 増加した。ただ、1981年以降の上半期で見ると3番目に少なかった。2021年 96,263件、22年 93,107件など、コロナ時期に歴代最低を記録し、やや回復したに過ぎない。統計庁関係者は、コロナの状況が緩和され、婚姻件数が小幅ながら回復したのだが、全般的に婚姻は減少傾向にあると話した。今年6月の新生児数は 18,615 人で、前年同月比で 1.6% 減少した。1981年に月間統計を取り始めて以降、6月としては最低だった。死亡者数は 26,820 人で 7.6% 増えた。韓国の人口は2019年11月から43ヶ月連続で自然減少している。そりゃ、経済危機の真っ只中で光の速さで増える借金もあれば、経済的な余裕なんてない。
結婚する余裕もなければ、ましてや出産などになればさらに減る。最初に韓国人が消えるのか。ニュースは以上ね。このように、韓国人が人類で最初に人口減で消える民族になるかもしれないわ。まあ、どちらにせよ。あまりにも出生率が低い。これは、今後の経済にも影響してくるわよ。といったところで、今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録もよろしくね。それでは次回。バイバイ。